エーテル時代の主な皆さんこんこにちは、えー、今回お話ししたいのは、えー、大乗仏教の中のそれまでタブーとされてきた自我にあたるものが実は存在しているんだっていうふうに言われている。 そういう箇所をご紹介していきたいと思うんですね。で、なぜ私がこれを、えー、やりたいかと言いますと、やはり世界にはいろいろな考え方、思想っていうのがあると思うんですけれども、うん、それを相互に結びつけていくっていうか、互いに尊重しながら、 えー、理解していくためにはそれをこう平和的に結びつけていくそういう力が必要だと思うんですね。でそれが私は主体な思想の中にあると思うんですけれどもでもそれをさらに具体的にやっていく上で今日。すごく、ね、大乗仏教が えー、大切な役目を果たしてくれるっていうふうに思っているんですねニルバーナっていうか涅槃をすごく強調しているそういう、えー、方向が強いとやはりちょっとあの今日いろいろな難しい問題点も出てくるので西洋的なそういう考え方も理解できるようなそういう大乗仏教 がくれる、その、キーワードじゃないけど、そういう方向性みたいなものを私はすごく探っているんですね。今日私がさせていただいているのは、この、鈴木隆康さんの、この、内在する仏にお来像っていう本の中にすごくね、詳しく述べられていて、で、もう本当に私この本に感動して、いろいろな、 あのこうえー、疑問っていうのがクリアになりましたもちろんそう簡単にさらさら読める本ではないんですけれどもすごくあの興味のある方にはぜひおすすめしたいいと思います、えっとまあ、日本には大乗仏教しか入ってきていないんですけれどもそのもう最初の頃からすごく大切にされてきたお経で、えー、法華経というのがありますよね。 でこの「法華経」の中でそれまですごく多されれててきたことが述べられているんですよね自我っていうのはインドオブ哲学でいうとアートマンという言葉が相応するっていうことになっているんですけれども。 えー、その「アートマン」っていう言葉のもともとの意味っていうのは常にあるもの常に変わらないものでそれをまあ自我で言うっていう感じなんですけれどもその「アートマン」がないないって言われてきた特に「正常仏教で」で全ては無常で全ては変,あの変わる。 で何もその変わらないものはないっていう感じでまあそれがすごく強調されてきたんですよねでそれがの大乗仏教でまあ変わっていくでその一つがまあ法華経で述べられているこの実はアートマンっていうのはあるんですよっていうそういう指摘なんですよ仏はそのアートマン を持っていますからであの人間にもの仏のっていうものがあるとその仏性っていうものがあるから人間は仏になれる可能性を持っている。で仏性っていう力があってでその,あのおかげで人間と仏は直接的につながっていると仏様がアートマンを持っている。 ので,で、人間が物性を持っているっていうことはアートマン人間にもアートマンはあるんだっていうそういう考え方が述べられているんですよね。大方向教っていうあのもう少しマイナーなお経があるんですけれどもそのお経を見てみますと、えー、よりねあのもう少しわかりやすく述べられているんですよ。 でそのお経の中では実はねそ常に変わらないものそういうものはあるんだけれどもそれはえ普通の人間の場合は仏になっていない状態なのでそのアートマンが目覚めていない機能していないっていうことなんですよ。 すごくそれ分かりやすいなと私は思うんですけれども。だから、あの、実はアートマンはあるんだけれども、それが働いていないので、アートマンと言えないっていう、そういう意味から自我はないっていうふうに、これまですごく言われてきたんだっていうことなんですよ。 人間というのは、やっぱり、あの、仏様と違って、その輪廻を続けていますから、その間は、そのアートマンが、内に等しいんですよ。で、常に全てが変わっていくっていうか、そういう状況に輪廻を、巡るために、そういう状態にありますので、内に等しい、 だからないっていうこともできるんですけれどもでも逆に言うとあるっていうふうにも言えるんですよねそれはその如来とか仏様にはそのアートマンがあるのででそのそこに直接的につながっている私たちにアートマンがないはずはないだからあるっていうんですよねこの辺が <laughs> その本当に 大乗仏教の懐の大きいところで,ですごく何ていうのか中庸っていう言葉で言ったり空っていう言葉で言ったり独特のあのすごく霊的な考え方だなと思うんですよ。うん、富士とか無にっていうのはその、えー、言うでも無でもないあるだけでもなく無だけでもない。 だから、その両方で、その両方でもないっていうか、そういう考え方なんですよね。だから、その、あるものをないと思い、ないものをあるっていうかうん、そういうことをすごく教えてくれる、それが大乗仏教だと思うんですよね。だから、字がもう、ある意味ないって言ったらない。その常に変わらない字が、 っていう、その仏様とかが、如来とかが持っている自我っていうのはもちろんないんですけれども、でも同時に私たちはそこに行く可能性を持ってるから、それに、えー、その、あの、種みたいなもの、その元みたいなものはやっぱりあるはずなんですよね。だからそういうふうに見ると、やはりある。 アートも自我っていうのはあるっていう方がやっぱり正しいんですよね。で、そのあたりのことが本当に大乗仏教ですごく、あの、お経で述べられているっていうのは本当に、えー、興味深いなっていうふうに思うんですよね。そのでそれをもっと、こう、なんていうのかな、うまく、 えー、理解して、その生かしていくことが重要で、で、それによって、もっといろいろな思想とか、ね、考え方をね、その、より平和的により総合的に尊重しながら理解していく、で、使っていくことができるようになっていくんじゃないのかなと思うんです。で、それが、やはりこのエーテル時代、 のキリスト衝動にもつながっていくっていうふうに私は思うんですよね。あの、やっぱり自分だけの考え方っていうか見方っていうかそういうものにすごく執着してしまうそういう私たちの傾向ですよね。で、それが小さい事故、小さい自我っていうもので、で、それをなくしていくそういう あの努力をするってそれがえ修行でまあそういうふうに中村はじめさんがおっしゃっていて私はすごく分かりやすいなあと思ったんですよね。でその小さい自我をなくしていくことで本当の真がっていうかその高い自己に行くことができていく。っていうそういうふうにその大乗仏教を。 え、考えていくとですね、すごくいろいろな世界観も、こう、理解していけるところが、やはりあると思うんですよ。まず、その、小さい事故っていうものもなければ、全くその、ない。で、その、この、ま、自分にとらわれ、囚われている私たち、あの、嫌ですけれども、まあ、そういう、すっごく不完全な私たちの、 事故、えー、っていうものがあるので、それを克服して高い字が。 シンガーだったり仏性とか、まあ、如来像っていう言葉でも言われるんですけどそういう私たちの中でちゃんと機能はしていないけれども一種未来の種のように存在しているものでそういうところに実はいけるんだっていうその先ほどの,その生姜を乗り越えて高い事故,事故に行くっていうことなんですけれども。 シュタイナーがすごく今のこのエーテル時代にとってすごく重要な事柄だって言っていたのが、そのパウロのキリスト体験なんですけれども、その、まあ、パウロがキリスト体験をした時に、それまで宗教的な考え方、捉え方にすごく狭い意味で執着してしまっていたパウロが、それを乗り越えて、 そこから自由になっていく。で、その古い自分がキリスト体験によって死んだ。で、それでその後、古い自分が死んだ後に自分の中に生きているのはキリストであるっていうふうに言うんですよね。ですので、まあそのあたりとかを考えていくと、本当に実は大乗仏教で目指していることは 本当に、あの、パウロ的でもあるし、シュタイナーがすごく重要視していたこれからのエーテル時代のキリスト衝動を作っていく上ですごく重要なんじゃないのかなっていうふうに思います。えー、今回も動画最後までご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。さようなら。 デジタルブックの「シュタイナー思想から見た日本」もよろしくお願いいたします。